ウローロラのお時間になりました本日のテーマ年商150億超えの社長から教わったカップラーメンの食べ方ということでどうですか年商150億の人からカップラーメンの食い方を教わるということは人生においてあまりないんじゃないかなと思うんですけどまあこのね話をしようと思ったきっかけがまあ9月にですねまあ同じ、まあ、年商150億か160億か180億かちょっと 対談して聞きますけれども今どれぐらいなのかっていう、まあ、100億は超えてると思うんですけど、まあ、村上宗次さんっていう方とね9月退団予定なんですけども実は過去にですねその100億超えの方とですね一緒にご飯食べたりとかまあ一回一緒にこうあの川の字になって寝るっていうことも経験させていただいたんですけどもまあその時の話ですねうん で、それは、まあ、どういう話だ、どういうことだったのかっていうと、まあ、飯食いに行くぞ、言うて。飯買いに行く、まあ、昼飯か。昼飯買いに行くぞ、って言われて、はい、言うて。近くのスーパーでいいか、言われて。はい,いっすよ、みたいな。全然問題ありません、みたいな。で、まあ、あの、何でも買っていいぞ、好きなの買っていいぞ、ありがとうございます、みたいな感じで。まあ、まあ,あの、飯買ったんですけど、まあ、僕、普通に弁当を選んだんですけど、その、年初150億の社長はですね、カップラーメンを選びまして。 めちゃめちゃ気まずいですよね。その後、まあ、ね、目の前でそのカップラーメンすすられるわけじゃないですか。僕、弁当食ってるわけですよ。なんか、気まずいなぁ、思うてね <laughs>。<laughs> で、まあ、その、すかさずね、その、社長が言うわけですよ。うん。俺はな、今日なんかカップラーメン食いたい気分やねんと。うん。で、あの、金にせと弁当食いなみたいな。いや、俺今日カップラーメン食いたかったから。うん。久しぶりにいいやみたいな。 でまあ、はいみたいなで,でその時にしゃその方が言ってたのがあの要はねカップラーメン食っても健康やねんみたいなことを言い出してなんかまあカップラーメンどうですかカップラーメンイコール、ね、化学調味料とかいろんなのが入ってるわけですから健康にいいかと言われるとどうなんだろうと思うじゃないですかどうですか物理的にいろん,んな調味料が入ってるわけじゃないですか <laughs> その人工的な ね、あの保存食とか、まあ、保,保存できるようにね何とか何とかのいっぱい入ってると思うんですけどだけどその社長はね「いや健康やねんと」とプラーメン食っても健康やねんっていうことを言うわけですよよくわかんないですみたいなね <laughs> どういうことですかみたいな話でであの、まあ、その社長が言うには、まあ、あの病は木っていう,うん昔からあるじゃないですか これまあすごいすごい言葉だなとは思うんですけど「でその病は木から」っていうのは聞いたことあるやろうとで「俺は今日ランあカップラーメン食いたくて食ってておいしく食べてるから健康やねん」と「お、う、い、ん、しく食べてるだから健康やねん」と「なるほど」みたいな <laughs> まあでもその時は深くは理解できなかったですけどね「あはい」みたいな「お、う、い、ん、しく食べてるからもうめっちゃ健康やねん」っていう。 で、まあ、まあ、まあ、補足でね、こんなことも言ってたんですけど、まあ、多くの人たちっていうのは、そのカップラーメンを食うときに、自分の選択でそのカップラーメンを食うのではなく、お金がないからとか、その、その、なんだろうな、うん、選択がなくて、ひじい仕方なくカップラーメンを食って、ひ持じい思いをしながら食べてる人がいるね、と。そんな食い方しとったら、それは健康に悪いがな、みたいなこと言ってて。 なるほど、みたいな。俺は選択して自分が食いたいと思って美味しく食べてると。だから健康やねんと。だけど、同じカップラーメンでもそういう気持ちで食ってたら、うん、超健康に悪いよ、みたいなこと言ってて。まあその時はね、深くは理解できなかったんですけど、まあそこからいろんな経験体験することによって、まあ結局まあ、木、きききって大事だなっていうね。<laughs> そう。なんか結局その思い込みというか、まあこれね、まあスポーツでもあるんですけど、なんだっけな、なんとかの壁っていうのがあるんですよ。なんとかの壁。なんだっけな。昔ね、その壁があったんですよね。壁。あの、絶対その越え、あの、そう、1マイル4分の壁っていう話があって、これ結構有名な話なんですけど、31年間こう破られなかった、あの、記録があるんですよ。31年ですよ。 で、その1マイル4分の壁っていうのがあって、で、30年以上も破られてなかったんだけども、その、誰かが破ったんですよ。で、破ったら、もう続々とも何十人も1マイル4分の壁をどん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 超えていくんですよ。で、それ、それなんでかっていうと、要はもう、意識、気持ちの中でね、 もう1マイル4分、なんか当時医者も1マイル4分で走ったら死ぬよみたいななんかそういうのもあったらしくて、もう無理だ不可能だみたいな気持ちでみんな思ってたりとかそういう思ってたらしいんですよね。だけど誰かがこう行ったってなった時に、行けるんだみたいな。だからその、なんだ、結局その気持ちとか考え方がその制限を作ってるってことですよね。 普通にか、その、天文的に考えても、31年間破られなかったのに、たった数年で何十人も出るっておかしな話じゃないですか。<laughs> でもね、これ、陸上競技も、多分今日本人で100秒切る人も出てきてると思うんですけど、だから昔、日本人が100秒切るなんてありえないみたいなところもあったと思うんですよ。なんかカール・ルイスしか切れねえみたいなね。ちょっと古いですけど。マイ、カール・ルイスだったかな。 あの、なんかその、アメリカ人しかその、なんか10秒切れないみたいななんかあったと思うんですけど、今日本人でも切ってる人出てきてると思うんですよね。だから結局、その壁っていうのはその潜在的な気持ち、潜在的な、なんかそういうところで制限がかかってて、そういうのが影響をもたらしてるす。ほとんどのものに影響をもたらしてるっていうことなんですよね。だからそれはまあいろいろ勉強して思ったんですけどね。うん、わか,かるようになってきましたけど。 うんあと、なんか、そのね、気持ちが乗る、乗らないとかもあるじゃないですか。これ普通に生きててね。気持ちが乗るときは乗るし。でも気持ちが乗らないときは乗らないわけじゃないですか。でも、同じ人間なんですよ。だから気持ちが乗るときだけ、なんか、A 君で、気持ちが乗らないときは B 君じゃなくて、体は一緒なんですよ。わかります自分自身は変わってないですよ。気持ちが変わってるだけであって。 じゃあ、じゃあ、その気持ちって、じゃあ、そもそも何なのって話じゃないですか。自分自身は変わってないんでしょ自分の体自体は変わってないわけじゃないですか。だけど、行動、行動とか、その結果に影響が出るわけですよね。例えば、気持ちが乗らないから、行動しない。つまり、行動しないから、その、その結果になるわけ、その結果になるわけですよね。行動しないという結果ですよね。気も、気持ちが乗ります。行動します。じゃあ、行動するという結果になるわけじゃないですか。 だからその行動だったりとか結果のこの、この、なんだろうな。あそれを導き出してるものって気持ちの部分があって、つまり気持ちをどういうふうにコントロールするかって超大事だよねっていうところで、まあ、まとめて書いたのが僕ドラゴンボール世代なんで、まあ、ドラゴンボールね、本当鳥山明さんすごい上手く書いたなとは思うんですけど、その、修行でね、その気、気を操る、 修行めちゃめちゃあるじゃないですか、その初期ね。なんかもうスーパーサイジーになって、その生まれた瞬間からその5点とかトランクス、なんか生まれた瞬間からウィーみたいな感じでスーパーサイジーになるぐらいからバグってきてるって思うんですけど。<laughs> それ一番初期ですね。ちっちゃい頃のは、その、なんだ、その、まあベジータ戦、ラディッツとか、ラディッツだったかな。なんかスカウターで測ってもクソ弱えなみたいな。なんだけどいきなり気を上昇させてスカウターぶっ壊れるみたいな。どういうことだみたいなね。 多分有名なあのラリッツ戦、ね、あの時ラリッツの時は悟空があの身代わりになってでピッコロが魔漢交殺法でやって貫通させて悟空多分天国に行くみたいな確かそんな話だったと思うんですけど <laughs> ドラゴンボールってその気を操るすごく修行をしててね なんかすごく、なんか今ビジネスライクに見るとすごいアニメだなとは思うんですけど、まあ他にもね、その気を操るみたいなアニメって結構あると思うんですよ。だから僕、ナルトとかもそう、ナルトとかも多分そっち系だと思うんですけどね、僕、ナルトしてあんま詳しくないですけど、だからその気ってすごく、あの、影響があるっていう、その気持ちの部分ですよね。で、じゃあこの気持ちってどうやってコントロールしていくのっていう。 ことなんですけど、これは僕の見解です。気持ちをどうやってコントロールしていくのかっていうと、二つ僕アプローチ方法があって、気持ちで気持ちをコントロールするアプロー、気持ちで気持ちをコントロールするっていうアプローチ方法と、思考、マインドで気持ちをコントロールするっていう方法と、まあもう一つ気持ち、まあ感情と気持ちに似てる部分もありますけど、感情で気持ちをコントロールするみたいな。だからこの三つぐらいの側面があると思うんですよ。で、一番難しいのって、 なんだろうな。多分、感情だったり気持ちで気持ちをコントロールする。気持ちでコントロールするとか、気持ちで気持ちをコントロールする。感情で気持ちをコントロールするって結構難しいんですよ。だって、気分が落ちてるときに、気分が落ちてるという気持ちの状況でその気持ちをコントロールするって難しいじゃないですか。だから、僕がよく言うのが、マインドセット大事だよっていうのが、思考でその気を発動させるというかね。もう一度ますね。 あの思考、マインドでその気を発動させるっていうことなんですよね。まあちょっと難しいかもしれないですけどね。うん。だからマインドで考え方でかんか、考え方で気持ちを変えるって形ですよね。例えば、うん、まあ、ふら失恋して振られるとするじゃないですか。で、振られて、で、なんだ、まあ落ち込んでますよね。落ち込んでるんだけど、 まあ、いつまで経ってもぐちぐち知っててもしょうがねえなと。女なんか、女なんかなんだ。いやなな何億人もいるぞと。<laughs> 星の数ほど女はいるみたいな考え方で気持ちを切り替えるみたいな話ですよね。女なんか、星の数ほどいると。別に、これは運命の人じゃないか、別にそのいっぱいいるぞみたいなその考え方でねじ,ねじ込んで気持ちを変えることによって気が変わるわけじゃないですか。マインド、考え方で 考え方で気持ちん、あのーなんだえー、気持ちをか変えて、えー、きなななんて言ったっけなちょっといいこと言ったような気がするんだけどちょっと忘れたけど <laughs> まあ一番、まあ、あの簡単な方法は僕はあの考え方で気持ちを発動させる気持ちを変えていく気持ちが変わることによって気が変わるあ気持ちが変わることによって え、気が変わっていくってことですね。うん、あこれ非常に大事だと思いますよね。うん。だ人間関係の上でも、うんうん。例えば、その人の悪いところだけ見ると、気分って悪くなるじゃないですか。でも、その考え方の一つで、じゃあいいところどこなんだろうっていう感じで見ていけば、あ、こんなところがいいとこあるなみたいな感じで気持ちが変わってくると思うんですよ。 でもその考え方、物の見方を変えなければ、うんなん、ですかねあうん、まあよくあると思うんですけど、例えば、うんまあじゃあよくありそうな感じのお、じゃあ旦那さんがね、旦那さんが休日ゴロゴロしてるみたいなね。なんかもう、奥さんからするとふざけんなみたいなね、ゴロゴロしやがってみたいな。 休日遊びに行くとか何かしろみたいなね。っていう側面だと気分が悪くなってくるじゃないですか。もうゴロゴロしてもう会社行ってよみたいな、うぜんだよみたいなね。っていう考え方、その側面で見たら気持ちが、気分が悪くなってきますよね。で、気持ちは落ちてきますよね。だけど違う側面の考え方で見ることができるならば、ああ、なんか疲れてんだなといつもなんか頑張ってくれてありがとうなみたいになってくると気分は どちらかというと幸せな方向に行くと思うんですよね。<laughs> プラスの方向に行くと思うんですよ。どうですか。あ、いつもなんか、あ、頑張ってくれてるから、まあ、あの、こうやって生きていけるんだな、みたいなね。そういう側面で見れるんだったらね。考えられるんだったら。だら考え方次第で気持ちも変えられるし、かえ、その、なんだ、転換できるし、気持ちが変わると気が変わる。その、どういう気を持ってるかによって、その、その後の行動や結果が変わるってことですね。 うん、まあまとめでもあともう書きましたけどそのビジネス的にもねそのどんな気持ちでそのビジネスに取り組むかっていうところがかなり重要で例えばまあ分かりやすいと思うんですけどあの起業家で成功してる人の中でどうせ俺には無理だっていう気持ちで起業して成功してる人っていると思いますどうせ俺がやっても無理だなっていう気持ちで起業して成功した人っていると思います多分いないんですよ ていうかそ,うそんな気持ちの人が起業しないだろうし <laughs> どういう気を持ってるのかって結構僕は大事だと思いますねあとビジネスライクで言うならばなんか高級なホテルとかこの前ねコンサルしてる時にね僕が大阪でそのグラン大阪でリツ,リ,ツかリツカールトンっていうホテル泊まったことがあるんですよでその時にリッ,ツリッツカールトンってめちゃめちゃサービスがすごいんですよ お客さんのなんか言ったことにノー言わないみたいな。で、僕すごいなっていう経験をして、その大阪でセミナーがある時にリッツに泊まったんですけど、リッツカールトン、でもそのまあ僕は裏方やってましたんで、そのプレナーさんがいたんですよね、セミナーする方が。で、その方が一緒に泊まってたんですけど、あ喉痛いみたいなね。で、そのまあ僕電話して、すいません、あの、あの、パートナーの子がちょっと喉痛、 痛いいいいっっていうこととでちょななすかみたいな夜中12時過ぎて1時とかですかねで、まあ、電話してその呼んだんですよ「加湿器ちょっとありませんか?」って「あかりましたか?」っつってでそっから10分か15分かちょっと遅かったんですけどでコンコンって来てあ「あのパートナーさん大丈夫でしょうか?」と「これよかったらどうぞ」っつってねなんと「のど飴リポビタンでマスク」「あとなんだ?」 のど飴、うん、あと冷えピタなんかね1,000円か2,000円分ぐらいなんかコンビニで買ってきたっぽくて <laughs> これよかったらどうぞプラス貸し付きみたいなの持ってきてくれてもうリッツやべえなと思いましたねだ気遣いですよねそんな気遣いできるホテルなんかないじゃないですかでもリッツって高単価ですよねリッツ・カールトンのリピート率だったりとか単価結構他のホテルより高いと思うんですけどそういうお客さんに対しての気遣いがすごいっていう気を使うとですね 気遣い、魔法使いみたいな。<laughs> 気をどうやって使うかっていうね。うん。だから気をね、やっぱ、やっぱドラゴンボールですよ。気をどうやってコントロールしていくのかっていうのは、これ超大事だと思いますよ。ほんとに <laughs>。これはね、ちょっとね、次元が高いので難しいですけどね。非常に。うん<ー>。だからなんだっけな。あの、まあ、ドラゴンボール知ってることだったらわかるかもしれないですけど、 クリリンとかブルマだったら、均等運あるじゃ,るじゃないですか。で、均等運も、なんかあの、ブルマとかクリリン乗れないみたいな。悟空すぐ乗れるんだけど、<laughs> どんな気持ちを持ってるかっていう、なんか、ちょっと邪悪な気持ちを持ってると均等運乗れないみたいな、ね、<laughs> 素直な気、素直な気持ちのやつじゃないと均等運乗れないみたいなのあったじゃないですか。う 気持ちって気ってね、すごく。だからその中国の気候,気候とか、中国の歴史の中でもさ気候みたいなのであると思うんですけどあれもすごいですよね。うん気をこう、こう、厚だからそのん、中国の気、気候じゃなければ、ヨガとかも気をこうコントロールするような感じの部分あると思うんですよね。瞑想とかもそうだし。そう。だから気ってね、すごい大事だと思いますよ。うーん そう結局自分の行動や結果を決めてるのって気の部分が非常にウエイトを占めてる部分もあるんじゃないかなと思いますね健康もそうだしなん,かな,なんかねテレビで見たことあるんですけどなんか絶対治らないっていうなんかあの病気病気というか結構末期がんの人だったかななんかそうテスト海外でのテストか分かんないですけどなんかもう1ヶ月か2ヶ月間とにかく笑うみたいな。 とにかくお、笑、笑わ,わ,わ,わせるみたいな、そのなんかずっとその、わ面白い番組を見させるみたいな。でとにかく笑うって、笑いまくるみたいな。そしたら病気治るみたいだね。なやね,ねみたいな。<laughs> なんかそういう実験もあるんですよ。なんかデータとして出てたりとかするんですよね。で、笑うことによって、切って絶対いい循環になるじゃないですか。笑うって。どうすか気分が。気持ちが。 だから、その、人間の細胞の、すべての細胞が、めちゃめちゃ気の循環によって、その、覚醒するというかね。だから、普通の、いろんな病気ってあると思うんですけど、白血球かなんかわかんないですけど、なんか、それを退治してるわけじゃないですか。ね。いろんなウイルスとか入ったとしても、その人間の、その、なんかでこう、戦って、やってるわけですよね。 で、それが、気が、こう、向上すると、それがもう全体的に多分強くなってくると思うんですよ。だから、いろんな病気だったりとかも、な体の中で、その、毒素とか、そういうのを、うん、解毒していくみたいな。気で、解毒していくみたいな感じですよね。うん、悪いものが入ったとしても、解毒していくみたいな。だけど、その、気分が、だからか、稼とこれも多分あると思うんですけど、あの、うん、調子が、 なんかその気分が乗らなかったり調子が悪いとか気持ちが乗らなかったり調子が悪い時って風邪引きやすかったりしませんなんかどうすかめちゃめちゃなんか日々笑っていていきなり風邪引くってことはあんまないと思うんですよ。なんかその嫌なことがあってなんか悩み事があって会社で人間関係のトラブルがあって悩んでてはーってなってる時に風邪引くとかねどうすか気が落ちてる時に免疫も落ちるから、まあ、病気にもなるみたいな話ですよね。 うん、だからね、この気ってすげえ僕大事だと思いますよ。難しいですけど。<laughs> だから難しいんで、まあマインドからその気を、まあ気をコントロールするっていう意識レベルまで行くとすごいと思うんですけど、まあ、気ってすごい大事だと思います。でもまあ当時ね、僕はあの、この人のあのカップラーメンの話はね、あんまりそこまですごい話だとは受け取れなかったんですけど、今、 いろんな経験、もうこれ多分10年以上前の話なんで、うん、今思うとやっぱすごいなと。もうやっぱ年商100億超えのやっぱ人たちってやっぱ生き切ってるんだなみたいな。<laughs> 当時はね、あんまりピンとこなかったんですけど、そのいろんな経験、体験、勉強して、あ,あ生き、もうそこの到達してる人なんだなっていう話ですよね、この話ができるっていうことは。 でも一般か一般の人からするとカップラーメンイコールなんか悪いものじゃないですかでそういう気持ちで食べたりとかそういう意識があるわけですよねだからまあ悪いは健康に悪いわけですよね <laughs> うんうまあこれは僕の見解ですけどあなたがどう受け取るかはあなた次第ということでございますねいや吉谷さんカップラーメンは健康に悪いですまあ確かにね僕もあの昔あの 裏方やってた時に1日3食カップラーメン食ってたんですけど、さすがにきついっすね。1日3食一 <laughs> 1日3食のカップラーメンは、まあ、やめた方がいいと思います。それは、本当に。<laughs> 僕経験あるんで1ヶ月間ぐらいですか。1ヶ月間ほぼカップラーメンの時があって、やばいっす、さすがにさすがに。それは。それはやばい。まあ、それも気持ちで何とかなるのかわかんないですけど、さすがにってとこありますね。それは。 うんだからまあ、たまにだったら全然いいと思うんですよね。でもそれもたまにどう食うかですよね。うーん。そはい。まあそんな感じでございます。病は気からでございます。はい。だから結果は自分の人生あ、病は気からだから、うん、人生は気からみたいな。うん、人生は気かな、うん。まあいいや。はい。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。